皆さんこんにちは。3年3組黒板先生です。黒板先生は川崎市で小学校の先生をしながら、子どもたちをもっともっと励ましたいと思い歌を作っています。今回は子どもたちが書いた詩をもとに作詞作曲を通して曲ができるって楽しいんだよっていうことを知ってほしくて、このワークショップを行いました。黒板先生が考える曲作りのポイントは大きく分けて4つあります。1つ目、まず自分の思いを持つ。そして2つ目、思いをもとに歌詞を作る。そして3つ目、その歌詞ができたら歌詞に合わせてメロディーを作る。4つ目、メロディーに合わせて伴奏をつける。この4つができれば君の曲は完成です。それではワークショップを始めましょう。嬉しい気持ちという詩を書いてくれた1年生の男の子です。俺は夏休みの宿題の読書感想文でナンバーワンに選ばれたのが嬉しかったです。長い5分、短い5分を読みました。勉強になるから選びました。読んでみて面白かったです。書きたいことがたくさんあって大変でした。嬉しかったことは、明日小学校のテレビ聴会でみんなに発表してくれることです。先生はこの詩を見た時に、選ばれたことが嬉しかったというのを感じました。いろいろ歌詞を考える中で言いたいことはあると思いますけど、その中でも一番大事なのはキーワードです。自分が伝えたいことをまずストレートに伝わる言葉、それを選ぶといいと思います。そしてそのキーワードはいろんな方法で使えます。今回は選ばれたという言葉を2回繰り返すことにしました。なぜかというと、選ばれたことが嬉しいからです。2回言えばより選ばれたことが強く歌詞に出されます、強調されます。なので選ばれた、選ばれたというふうにしました。繰り返すだけじゃなくて別の言葉に言い換えたりすることもできます。そして次の歌詞は嬉しいな、嬉しいぜってしたんですけど、この嬉しい気持ちを書いてくれた友達は自分のことを俺と呼んでいました。男の子が格好をつけているような言葉にしてみました。キーワードをもとに一緒に歌詞を作っていきました。選ばれた、選ばれた、読書感想文が選ばれた。選ばれた、選ばれた、読書感想文が選ばれた。嬉しいな、嬉しいぜ、読書感想文が選ばれた。嬉しいな、嬉しいぜ、今日のテレビ聴会で発表だ。読書感想文はテレビ聴会で発表してもらうということが詩の中に書いてあったので、それも一緒に組み込みました。次は作った歌詞をもとにメロディーを作っていきました。メロディーは大きく分けると、明るい感じ、楽しい感じですね。それから悲しい感じ、暗い感じに分けられます。この曲は読書感想文に選ばれたことが嬉しかった、そしてやったっていう気持ちだったので、明るい感じのメロディーにしました。そしてリズムも弾むようなリズムを一緒に考えていきました。じゃあ最初の選ばれた、選ばれたのところなんだけど、先生がお手本を歌うから、その後に繰り返してもらっていいですか？はい、選ばれた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 。そう、選ばれたって言葉の中で、一番強く言わなきゃいけないとき、どこだと思う？選ばれた？それとも選ばれた？選ばれた？選ばれた？あ、絵の方がいい。そうだね。だから、絵たく歌うときに、絵をちょっとはっきり言うようにしてみて。うん、
最初の言葉をはっきり言うと聞いてる人に歌がね伝わるようになるよ。じゃあ瑛太くん音しっかり合わせていくよ。じゃあ最初のドの音を一緒に出せるかな。ドドドずっと伸ばしてて、ド。今さ先生の声とちょっとずれてるの分かる？ねコロナで学校で歌わなかったでしょあんまり。うん、だからね歌声がね、もう一回いくよ。あ、そこだ。あ、もうちょっと口あーって大きく開けてごらん。そう。オッケーオッケーオッケー。今さ、先生の声と合ったの感じられたかな。重なったの。そう、重なった。よし、もう一回いくよ。ワン、ツー、サン、はい。選ばれた読書感想文が選ばれた。いけたじゃん。マイクの方まっすぐ見ててよ。先生が上ってやったのは音が下が声が下がっちゃってるからってこと。うん。皆さんいかがでしたでしょうか。この曲は本当に読書感想文が選ばれて嬉しかったという気持ちをよく表すことができたと思います。初めてのことで緊張もいっぱいだったと思いますけれども、精一杯声を出して元気いっぱいに嬉しかったよっていう気持ちをこの歌に込めることができて、とってもいい作品に仕上がったなと思います。